横山隆一は、高知県高知市出身の漫画家、アニメーション作家。政治風刺漫画が主流だった1930年代日本の漫画界において、簡略な絵柄と、明快なギャグによる欧米流の、ナンセンス漫画を志向した若手グループ、新漫画派集団を結成し、やがて戦中、戦後初期の漫画界をリードした。戦後には、アニメーション制作会社、 おとぎプロダクションを設立したほか、広告、絵本のイラストレーションや、油彩画を描いた、高知市境町に生まれる。公式の誕生日は5月17日であるが、横山自身は、母から、名付けの遅れのために、届け出が遅れ、本当の生まれた日付は5月10日であったことを、伝え聞いているという、6人兄弟の第2子で長男。 元の成果は裕福な名前とどんやであったが、14歳の時に父親が死去。一家は没落し、母親が出稼ぎのために高知市を離れたため、兄弟は複数の親類宅に離れ離れに預けられ、その後横山が経済的に成功するまで長らく離散状態となる。この頃、似顔やチョークにラフ像を彫刻したものを同級生に売って、 小遣いを稼いでいた。1927年、旧制高知県立高知上等中学校卒業の翌日より、就職を目指すため横浜市のお自宅に帰附し、中学時代の経験から美術家を志すも、東京美術学校の受験に2回、また、東京高等工芸学校の受験にも失敗する。横浜職業補導所へ通い、大工の技術を学ぶから、 関東学院英語科や幹部に通った。やがて、いとこが美術モデルをしていた関係で、画家、高橋虎之助と知遇を得て、1928年、高橋の教えを受けて、川端が学校に合格。同年暮れには、同郷の新聞記者、沢本武虎の紹介で、やはり同郷の彫刻家、元山博雲に弟子入り。 この頃、居候生活から逃れるために入り浸った図書館で雑誌に多く掲載されていた海外のナンセンス漫画に初めて接し、それまでの日本の風刺漫画などと異なり、描かれた線が綺麗で、内容がわかりやすく、繰り返し見てもおかしく面白かったと大きな衝撃を受ける。また当時、日本の漫画界では、山本かなえ、石井白帝らファインアートの画家による、 コマが制作が盛んな時期であり、これらの持つ、叙情性やユーモアにも、大きな影響を受ける。居候生活の脱却を目指した横山は、1929年頃から、ギャグを試行した一コマ漫画の投稿を開始する。お自宅を離れ、元山宅に住み込むようになると、朝日グラフ、新青年など、本山のもとに届く。 大量の雑誌の検証漫画に次々と応募するようになり、より広く作品が採用されるようになる。体力に乏しかったよう小山は、重労働である、銅像制作の現場に不向きと判断され、東京の本山の本帝を離れ、神奈川県鎌倉郡、片瀬村にあった本山の別邸の管理を任されるようになったが、本山は、 横山の漫画の腕に理解を示し、投稿活動の継続を許す。横山は、買い出しに訪れた、鎌倉町の書店で真相館の、月刊漫画ンを知り、投稿常連となる。やがて横山は、本山に、漫画家への転身を進められて、筒み肝臓を紹介され、筒みの門下に、後に、岡本一平の門下に転じる。また、若手投稿家のグループ、 漫画研究会に入会するの、プロレタリア漫画が主流のグループで、会合はほとんど政治論争となって、ペンの話にならなかったため、すぐにグループを離れる。1930年、いとこが東京、大塚に書店を開業し、手伝いを壊れたため、本山のもとを離れる。かつての投稿先である、新青年で、1931年2月号より、 経済小説の差し絵の担当を開始し、実質的なプロデビューを果たす。また同年、PCL 映画製作所に入社し、アニメーション技術の習得と研究に従事する。差し絵画家としての活動と、並行し、朝日グラフ連載のジョージ幕マ,マナス、ジグスの書き文字の日本語リライトを担当した。この頃、月刊漫画マンの投稿者から社員に転じていた。 吉田勘三郎と親しくなったことをきっかけに、月刊漫画万の寄稿者で、岡本文家だった、近藤秀作りや杉浦幸夫らと知り合った。昭和初期の漫画界は、文壇、画壇をもじって、漫画壇とも呼ばれ、新聞や雑誌は、少数のベテランが独占しているような状態で、横山ら若手は、プロとしての発表の場がなかなか得られなかった。横山、近藤、 杉浦の3人を中心に、漫画市場に若手が結束して売り込もう、殴り込みをかけるといった意見が高まり、1932年に新漫画派集団の結成に至った。同年には、北沢楽天が横山の漫画に惚れ込み、時事信奉者の自身の部屋に横山を招き、面会をしている。この経験は横山に自信を与えたという。 線を大胆に簡略化した絵と、奇抜な発想で抜きんでていた横山は、新漫画派集団の中で最初に、名が売れていった。杉浦は、横山の作風を、昭和のピカソと表し、奇想天外の発想は誰もついていけなかったのに、みんなが真似をしようとして失敗したと語っている。経済的に余裕が出た横山は、離れ離れになっていた母や妹を、東京、 本郷に呼び寄せ、同居を再開する。1935年10月、郷里の知人の妹と結婚。1936年1月、朝日新聞東京版長官に、江戸っ子健ちゃんを連載開始。サブキャラクターの福ちゃんに人気が集まったため、同年に福ちゃんと解体。掲載媒体を変えながら1971年まで連載が継続し、 横山の代表作となった。1937年、一家で神奈川県鎌倉郡鎌倉町に移住する。開戦後の1942年1月、陸軍報道班員として、小野佐世を、大谷総一、武田林太郎らと共に、ジャワ島へ派遣された。ジャワへ向かう際、バタビア沖海戦に巻き込まれ、乗っていた輸送船、桜丸が沈没するも、 九死に一生を得る。福音後の1945年3月末、空襲の激化に伴い、母と妹を、郷里の高知に、妻と子供を、近藤秀出作りの世話で、長野県小さ型郡上品村に疎開させる。横山も5月に、上品の祭祀のもとに合流するが、8月2日に妻が、病死。ほどなく、終戦となり、失意のうちに、 鎌倉に戻るも、新郎や栄養失調のために腎臓を病む。多くの漫画家たちが、王将や疎開のために、東京を留守にする中、鎌倉在住で、仕事場や画材が焼けなかった横山がいち早く病を押して、仕事を再開し、清水昆、矢崎武子、田川水宝らと共に、新友館漫画部の食卓となる。10月、横山らは、 新漫画派集団を漫画集団に改装。戦後初期から昭和中期を通じ、新進の漫画家を多く世に出すことに貢献した。やがて、毎日新聞の専属となり、ペコちゃん、デンスケを経て、福ちゃんの連載を再開。また、戦前から横山の仕事場を手伝っていた前妻の兄の娘と再婚する。1951年。 毎日の特派員団の一員として、サンフランシスコ講和会議取材のため、アメリカ合衆国に長期滞在。その際、戦前からの念願であるアニメーション制作の参考のため、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオを見学。ウォルト・ディズニー本人とも会談を果たす。1956年、アニメーション制作会社、おとぎプロダクションを設立。 自主上映の短編アニメ、劇場用、アニメ映画、テレビ CM 用のアニメ素材のほか、1961年に日本初の連続テレビアニメシリーズ、インスタントヒストリーを制作した。1971年の福ちゃん連載終了後は、連載漫画家としての活動を控え、児童文学の差し絵や絵本の制作を手掛けた。2001年11月8日、 脳梗塞のため、鎌倉市内の病院で死去。翌年に、横山隆一記念漫画館が開館することが決定していたが、開館を待たずに亡くなった。弟、大蔵と共に、鉄道模型と共に。ありがとうございます。